私はあなたのことが好きですよっていう表現は値段を下げるっていう,のうで、ね、なるほど、はい、観光客からしてみれば逆ですよねあなたのものを評価しているので適正な価格をちゃんと払いますよ日本もチップ導入した方がいいですか 心付けってありますよね。<お>温泉に行きますと。はい、れそれを説明すると、え、やっていいんですかみたいな。<あ>だから、みんなやりたいですね。<laughs> チ,ッチップをあげたい。安すぎるなと思うのありますか。すべて。すべて。観光客からしてみれば、一つの普通の定食ってありますよね。はい。 これ何、何円これニューヨークだったら5000円で売れるよみたいな <laughs> だから日本人はただそれがです、ね、もう少し時間がかかるかなって残念ながら思うのは,はい、はい、外国人には受けるのかね、ああいう味がとかいうような言い方をする方がいるので、ね、年間5000万人とか6000万人になると。 経済全体が潤ってないとおかしいですよねだから理想的な姿は全員が潤っていくこの社会をこの観光業という手段でどうこう作っていくかっていうのがとても重要なんだ、うん、なるほどはい皆さんこんにちはピボットの竹下です前半ではですね 日本のの問題点とかオーバーツーバリズムの話をしましたで後半ではじゃあどういう対策をしていけばいいのかっていうことをちょっと見ていきたいんですが、まあ、キーワード前半では笑顔とかお金の話も出ましたがまずちょっとお金の話に関わるんですかねこちらちょっと見てみたいと思います。イイギリスのウェブサイトなんですが 最も安い旅行先2024東京世界4位と <laughs> ルースさんこれちょっとショックですよねものすごいショック、はい、これ私1978年のデータかなと思ってたんですけど <laughs>、はい、<laughs> 2024年ですね、はい、円安っていうのもあると思うんですけれどやっぱり世界と比べて安いっていうイメージあるんですかね欧米からしてみればあのとても安くなってるんですね、うん、日本は、うん、でもなんか74ドルっていうのはもうハワイに行ったら ゴルフでもできないぐらいの値段ですよね。十八ホールできません。七十四ドルで。<laughs> だから、あんまりにも安いということですよね。庄司先生、どうですか。この現状。そうですね。うん、あのー。もちろん、日本にも。 高額なもののとか高いものはもはちろん存在するんですけれども暮らす上でのののの必要最低限のものの価格が安いいっていうことだとだ思いえ、ねうんはい、あの電車に乗って移動するだとか、うん、ちょっとお昼ご飯を食べたいだとかあの高いものを食べようと思ったらいくらでも高いものあると思うんですけどす、ね、とりあえずちょっと何か食べたいねお昼ちょっと食べようかっていう時に多分ワンコインはさすがにもう厳しいですからねでもコンビニ、ねはいというようなことが起きてしまう起きるというところがやっぱり非常にまあ びっくりもされてるんでしょうけどまあ言ととしては安い目的地が観光地ということになってると思いますね。うんうんはい、あとクオリティが高いというかい、ね、松屋とか吉野家行って牛丼そんなに高くコカドグリと比べて高くないでも肉も美味しいですよね。 しかもテーブルがめちゃくちゃ綺麗で清潔で、はいうん、匂いがないとか、うん、もうそういういわゆる付加価値は日本にはいっぱいあるんですけど、はい、そこには値段をつけてないような感じですよねあそうですよねでそこをつけるべきかってちょっという議論したいんですね、うん、でもちろん地元の日本人からすると上げてほしくないいろんな生活レベルがあるとででも外国人の観光客には上げてもいいんじゃないかという議論があって、まあ、例えば姫路市とかでは姫路城というお城があるんですけれど。 外国人の観光客は30ドル払ってもらってもいいんじゃないかとちょっと市長がなんかシンポジウムかなんかで発言して地元の人はまあ大体5ドルぐらいでいいんじゃないかと30ドルというと日本だと4000円以上すると思うんですけどこういう話は出てるんですけどどう思いますか,こか差をつけていくっていう。 もう大賛成ですね大賛成ハワイはもう構まいなレート皆さん聞いたことあるかもしれないんですけど地元に人たちのレートと観光客のレートが全く違うだから自分がハワイに住んでるっていうその運転免許証を見せればかなり20%ぐらい安くなったりとかするんですよね不公平だとかそういう声は出ないんでですす全然出ないです先生どうですか そうです、ね、あのまあなかなか議論が難しいところではあると思うんですけども、はい、ただまあこれまでの考え方だとどちらかというとこう経済的にあまりこう豊かではない国が外貨を獲得するために、まあ、それをやってきたというかそれがまあなんていうかなあの認められてきたというようなイメージがあるのでなかなかちょっと最初ドキッとしちゃうと思うんですけどもしかするとそ,れはそ,のそのお金が何に使われるかっていうことさえ説明ができれば、うん 外国の方にもあの理解していただけるかなと期待しますけれども、ね。どはい、注意点が一つなんですけど、あの外国人だから特別レートはじゃなくて観光客ですね。だから私みたいな,、うんうん、な日本に住んでる人、あの免許証があればこの人もローカルレートみたいな。あとやっぱりあのバーッたり的にやったりとかすると。 トラブルになったりとかすると思いますので制度を通して導入した方がいいです、ねうんうん、なるほど庄司先生ホテルとか宿泊施設はどうう思われますかそうですかそでね、うん、あのホテル等の宿泊施設はそもそもこう価格が変動するという体質、はい、あのものなので、うん、そこに対して観光客かそうでないかという,ようなことを見極めるのかということは、うん、なかなか難しいんだと思うんですよね。ただ一方で最近はあの えー、レベニューマネージメントだとか、ね、イールドマネージメントっていう考え方があって<ー>これも、えー、ともと飛行機航空会社さんが最初に始めるんですけど我々飛行機に乗るときに特に海外旅行に行くときに多分お隣の席の人の値段はきっと違うだろうなっていうつまりあれはほぼ同じような席部屋であっても値段にこうばらつきが値段が違うっていうことを まあ、あのやっているんですけど、えー、早くく予約をしていいいたただ方には安く売るというものなんですね日本だとちょっと間違って考えられていてあの売れ残りというんでしょうかねあの、はい、今日の飛行機だったり、うん、今日の、えー、部屋なので、えー、空いてると困るから値段を下げるっていうのがももったいないから考えられがちなんですけど本当は逆で先に買っていただいた方を安くして期日が迫るほど値段を上げていく。 で売れ残りはどうするんだっていう思われるかもしれませんけどえ売れ残ったものはそのまま捨ててしまうとつまりそれは早く予約をしてくださるお客さんに対する、まあ、その約束だ、えっと、最近あのネットを見ていただくとですね、うん、ベストプライスギャランティードって書いてあるありますがあるまですがそれはつまりここからあとは下げませんよ上げることはあっても下げないので今あなたが買うのが一番ベストプライスですよ<ー>私たちはこの後下げたりしませんよっていうふうん、風に お客さんに対して約束をしてるっていうのがう、まあ、世界でで見れば一つのトレンドなんですね、うん、いわゆるダイナミックプライシングというかうあのアメリカとかだとコンサートとか野球の試合とかもどんどん変動しますし、はい、ウーバーも忙しい時はいきなり値段が上がる<う>暇の時は下がったりとかいろいろあるんですけれど。はいはい どうですか日本人ってこういう苦手ですかねこうやって状況にていうのはなんかまあ私の意見としてはそのデ,フレデフレーションの時代が長かったので安くていいものっていうなんか価値がついてるようなバリューがついてるような気がするんですけど。うん そうじゃなくて、これからはどんどんお金を使いたい人たちがみんな日本に来てるから使わせてあげましょうみたいな。いいものにちゃんとその価値があってそれうまく説明して例えば伝統工芸品みたいなものをしっかりと300万ぐらいかけて買ってほしいですよね職人さんの仕事を守るために。 だからその値上げはすごく大事だと思いますけど、日本人なんで躊躇するんだろうね。<laughs> <laughs> 正直先生どうですか。なぜ値上げを躊躇するか。はい、あのもう最近特にあのいろんな特に海外の方から言われるんですね。うんはい、かなりブラックジョークとしては、その日本人はなぜその相手が生きていると思った瞬間に。 えっと、値下げを提案するっていう,う言われたことがあってですね<ー><ー>値段を下げるっていうことが相手に,と相手に対するそのサービスだしいいことだし、はい、私はあなたのことが好きですよっていう表現は値段を下げるっていうし、はい、してるよ行 <laughs> <ー>行為為との表現は価格を下げることだって。いうなって言われたことがあって、まあ、確かにそうかなっていう気もするんですけど。 少し整理しなきゃいけないと思っているのは何でもかんでも値,値上げをしろっていうのもちょっとむあの乱暴なな議論な気がすするんですよね、はいはい、ただまさにおっしゃった通り観光客の方の立場になるともちろん、えー、と安くていいものもありがたいんだけれど、えー、せっかく来たのだから<う>もっといいものはないんですかとかもっと面白いものないですかとかどちらかというと財布をこう開いて待ってるような状態なのに。うんうん 日本人はすぐこういやもっと値段下げますよとか高いですが安くしましょうか、うん、っていう,ふうに言っちゃうのでそこがちょっとずれちゃうんだと思うんです、ねうん、だから先ほどの話面白いなと思ったのはそのあなたのことを大切にしてるので値下げしますっていう <laughs> 観光客からしてみれば逆ですよねあなたのものを評価しているので適正な価格をちゃんと払いますよっていう、うん、だからこう チップのあたりとかしますよねチップ制度チップ制度はサービスが良くて今回よくやってくれたのでプラス5000円っていうのをこうみんなやりたいんですよねだからやりたいからそういう環境を整ってあげることも一つのおもてなしだなと思うんですよね、うんうん、日本もチップ導入した方がいいですか 心付けってありますよね、はい、心づけあの、はい、温泉に行きますと、はい、れそれを説明すると、えやっていいんですかみたいな、<あ>だからみんなやりたいですね、<laughs> チップをあげたい、上げたい<ー>こんな日本の,この清潔の場所とか、みんなすごい親切にしてくれて、タクシーの運転手さんに、なんかチップをあげられないっていうのは、なんでみたいな、なるほど、うんあ、そういう手段があるといいですよね、<う>お礼を伝える、うんはい、安すぎるなと思うもありますか、か身近で。 すすすすべべべててて安すぎると思う、うん、でもやっぱり日本人にとってやっぱり安いまま今ちょっとねあのあまり皆さんの給料が上がったりとかしてないのでちょっと厳しいのであまり日本人に対しての値上げはしたくないんですけど観光客からしてみれば一つの普通の定食ってありますよね。はい これ何、九百円?。<laughs> これニューヨークだったら五千円で売れるよみたいな。みんな言いますね。<laughs> なるほど、ラーメン一杯いくらぐらいがいいと思いますか?。場所によると思います。<laughs> うん、だから、そこも賢い、い<や>賢く<い>やらないとダメですから、その九百円の定食、僕はいいと思ってるんです。はい、特に観光客の方だから、間違いなく毎日九百円の定食食べないので。はい 900円の定食もあり5000円の定食もあるやっていうふうに見せられるといいと思うんですけど,ど,どそこがなんとなく我々は5000円の定食なんて考えないっていうかそうです、ね、誰が買うんだみたいなことになっちゃってるからそ,<う>そこがもったいないいなんだと思います、ねはい、そこがすごく重要で適正な価格はいいくらとうことですよね円安が落ち着いててもそのままキープできる値段はいくらなのか やっぱりそこちょっとね頭を使わないといけないんじゃないかなと思いますだから3000円のラーメンはさすがにそれちょっと高いような気がします <laughs> そうですね値上げするときは宣言するんですか日本だと結構一律が多いじゃないですか、はい、こメニューの全て5%アップみたいな確かにしないでメニューの中の人気のところだけあのなんか 少しずつこうアップしていった方がいいかなと思ったりとかします。<laughs> なるほど。じゃあチャーシュー麺だけちょっと100円上げとくかと。そう。つけ麺は上げとかないでいいとか。例えばチャーシュー多めにプラス50円とか。うん,うん。なるほど。確かにそうです、ね。<laughs> ごめんなさい。急ぎ細かい。<laughs> いや,いや大事だなと思いました。ちょっとここで海外の事例を見ていきたいんですが、こちらハワイとタイを例にとってます。ハワイだとこのダイヤモンドヘッドが、まあハワイの地元の方は無料、観光客は5ドル、まあ大体750円ですかね。 でゴルフ場は平日はアメリカ人だと90ドル外国人の観光客だと120ドルということで1、まあ8000円とまあなんとなくこのぐらい上げとくがいいんじゃないっていう感覚分かった気がするんですけどどういうふうに決めたらいいんですかそのレート例えば日本のゴルフ場は昼ごはんがつくじゃないですかちゃんとした美味しいのが間につくじゃないですかアメリカだとつかないもうするですよねだから私たちが提供しているものはどういうものなのか 例えば他に比べてどういうところがいいのかでじゃあ,あ他のところに比べて私たちは今3割ぐらい安いっていうことが分かればとりあえずこの1年間で1割ぐらい上げていきましょうみたいな。 やればいいいかなと思いますで地元に人たちにとってはもう今まで通りみたいな、うん、そうですねあの、まあ、いわゆるその差別価格っていうことだと思うんですけども差額の部分があのこういう例えば自然だったり文化だったりっていうものが維持されるために使われてるんだっていう説明がつけば、うん、全くそこはまず一つ問題がないと思うんですね。はいうん、もう一つはやはやりその えっと、今、えっと、世界の標準から見て安すぎるので値段を上げましょうっていう、まあ、ことになりがちなんですけども繰り返しになりますけど安いことが悪いわけではないので、うんはい、むしろその、えっと、特に経営者の方の、はい、まあ僕が言ったマインドとして、うん、何かこう絶えず下げなきゃ下げなきゃっていう方向にばっかり考えてる気がしていて。うんうん どうやって、もっと高い値段を喜んで払っていただけるのか<う>。なるほど。その仕組みだとか、その説明っていうことを考える、うん。うん、だと思うんですね。で、さっきキャパオーバーみたいな話もありましたよね。その。あの、オーバーツーリズムになったりとかしてる、困ってる人たちがいる。じゃあ、その、もっと伸ばすため。もっとその、中身を。 強化していくためにこれぐらいの値段をしたら喜んで観光客を受け入れることができるというその持続可能なこう、ね、値段の設定はいくらなのかという。 対観光客に対してですね確かにもうちょっと前向きというかじゃあ2世の定食とは何かとか、はいはい、5世の定食とは何かって考えることから始めなきゃいけないですよね。値段何割がいいのかちょっと他の国はこうやってるという横並びではなくてそう,そういう意味では結構いろんな価値は出せると思ってまして、まあ、お二人、結構地方の隠れた観光スポット詳しいと思うんですけど例えば日本酒とかですね何かありますか実はここお金取れるんじゃないかとかまだ気づいていないけどここはすごく大きなビジネスチャンスがあるという何かルースさん気づいてい いっぱいあるんですけど、はい、今あの言われて思ったのはあの日本酒、うん、日本酒大人気ですね、はい、だからもう本当ワイン並みに人気あると思うんですよね。うんうん、で実は日本酒は一つの種類だけではないということを気づいてない外国人観光客までいっぱいいるんですね、うん、日本酒って一つしかないともうジャパニーズ酒はもは一種類しかないとそ <laughs> んなことはないですよね。<laughs> そんななことない、はい、で私がみんなに伝えたいなと思っているのは日本のいろんな小さなこう町に行ったりとかするとそこの酒蔵でしか 飲めないものものあったりとかする地元のお酒があったり例えば佐渡島やってるんですけど北雪ってあるじゃないですかだから佐渡島まで行けば4つのお酒蔵があるんですけどそこでしか出回ってないようなあの日本酒とかお酒飲んだりとかできるのが楽しいよみたいな話をすると行ってみようってみんな思いますよね庄司先生あとそこになんか有名海外の有名人とかも来てる ですね、もう北摂はね、あのロバートデニーロさん、はい。そうです、そうです。ずいぶん昔からひいですよね。<ー>そうどうやって行ってるんですか。僕が聞いたのは、あの東京で、なんか、その映画の、ま、はい、イベントがなんかあった時に来られて、そのヘリコプターで、ヘリコプターで、であの佐渡に行ったというのをお聞きしましたけど、ね。と <laughs>、うん、か、そういうツアーを企画するっていうのもいいですよね。東京から、その佐渡までの、<う>まあ、行き方難しいので。そ<う>はい、で、すご結構なお金を取っちゃうっていう。 多くの観光客は場所はいいかもしれないけどどうやって行けばいいかが分からないなのでそこに実は価値があってそういうちょっとしたじゃあ連れて行きますとかそういうものにまたあのお値段をつけることができたりとかします確かに行くことに価値を作るとあとは PR ですよね、まあ、ロバート・デ・ニールさんが来てくれたらいいんですけどいろんな魅力的な日本酒とか、まあ、産名産品とかあるじゃないですかどうやってて PR して どうやって値段をつけていけばいいんですか?。観光客もそうですけれど、いろんな形で日本に住んでおられる外国の方は。どんどん増えてますよね。そ,<う>それで、これはもう実は、僕ら日本人も、自分たちのことを思えば。すぐ気が付くはずなんですけど、僕らが、多分イタリアに行こうと思った時に。<laughs> イタリアに住んでる日本人がいると、その人のブログやっぱ相当参考にしますよね。ああ、そうですね。ねうん、ですから、あれは多分相当な PR のその手法になるはずなので。そう もう少しきちんとです、ね、その東京とかす、ね、日本に住んでおられる外国人の方々にきちんとコンタクトを取りながらその宣伝していただくには宣伝していただくっていうようなことを もうちょっと上手に仕組むと、うん、あっという間に PR はできるような気がしてますけど、うん、ルースさん、今外国の方って何見て日本に来てるんですかインスタとかかですかね欧米はね、はい、友達から聞くとか噂で聞いたとか、はい、やっぱりアニメが好きとか多分ももう本当もそれぞれぞ、はい、あります私の,その本もあるんですけど、はい、先生がよく言ってくださいました「123ツーリズム」という本を出していて123というのはレベルのことなんですけど3というのは日本に住んでる外国人。 で私たちの戦略は3のレベル3の日本に住んでる外国人から PR をした方がいいよなんでかというとその日本に住んでる人たちはみんなルール分かってたり日本酒のいろんな種類があるが分かったりその人たちが宣伝党になってあのレベル2とかレベル1の人たちに。 こう発信してくれると1とってどういう意味ですかっていうのは全く初めて日本に来てる日本語一切わからない人たちで2は23年ぐらいいる留学生とかひらがなぐらいは読めるけどそば屋に入ってこういうような字は読めない人たちのこでレベル3はもずくが食べられますそういう感じになるだからそのレベル3の人たち今日本ですごく増えてるからその人たちが超キーマンですよっていつも伝えてますね。よく言われることですけど日本人が 日本の魅力に気づいてないんですかねどう思いますかやはりやっぱり感覚が違うので、うん、面白いとかいいと思うことが当然違う、はいうん、でこれはおそらく日本人が海外に行った時も多分僕たちはいろんなところに行列とか写真撮ってるのを、はいうん、多分現地の人はこんなもん何が珍しいんだろうと思ってたりもされてるんだと思いますね、はいうん、でそれはお互い様でそういうことが起きるしあるいはそれがあるから観光は多分楽しいので、うん、海外の方が 日本に来て面白いとかいいと思っていただけるものってどんなものがあるのかっていうことに対してもう少し勉強することも必要なのかもしれないですね、うんはい、なんか当たり前のように日本人が好きなものが好きなんでしょうと思っている節があるので多分ずいぶんずれてたりとかしますよね、うん、で、最近僕が注目しているのだと今熊野古道熊野古道っていうまあ日本人がほぼ忘れ去っちゃったかなと思うようなところが、うん、今すごく注目をされていて、うん、最も根本的な理由は 特に西洋の人たちを中心に、えっ、ー、と、歩くの流行ってるんですよね。そう、何ヶ月もかけて歩いたりだとか。はい、それも一人で歩いて、なんかね、はい、いろんなも,もの、瞑想にこう、はい、ふけるみたいな。自分探しみたいなことが、世界的に流行っていて、その場所として。 あの見つけられたりもしてるのでそう,そういうまさにその世界的なツーリズムの動きだとか、うん、世界の人がどういうことに関心を持っていて、うん、それにじゃあ日本は何か提供できるのかみたいな発想っていうのもこれかからは必要かなといいううふうに思いますけどね意外と今世界の人たちが必要としているものは日本にあるんですよ。うん、今その一人で歩いたり 森林浴昔からありますよね日本で今その自分探しとかこうヒーリングを大切にしたりとか考えている人たちが多くて日本の温泉もあるし精進料理もあるし森林浴もあるしだからどん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 こうアピールしていけば。 それこそそのゴールデンルートだけじゃなくて、いろんなところにいてくれるようになるんですね、うん。確かに、結構日本の魅力を感じるというのは、なんか地元を探すというよりは、海外でまず何が流行ってるかマーケティングせよってことですよね。例えばその歩いているトレッキングがブームだとか、昆布茶とかも結構アメリカで流行ってるじゃないですか。そうですそうです、はい。それを見てから地元に帰って、はい、やるってことですね。で、僕はそこのところに今非常に大きなこう変化が起きつつあると思っていて、はいうん、これもこう多分これからも 国内ででは賛否両論ですしいろんなご意見があると思うんですけどもその日本で外国人が働くっていうことがですね、はいはい、これれまでででととはは別次元でこう文庫は解放されようとしてるんですね、うん、そうなってくると先ほどの,そのステップ3じゃないですけど、はいはい、ただは日本では働いてるだけではなくてその日本のそう行きたいと思うようなお店だったりホテルにも外国の方がこれから働いているとすると。はいはい その方々に発信してもらうのは相当強力だと思いますよ。なるほど。はい、うん、確かに。もうありがたい存在ですよね。まあ、やっぱり私たちその外国人がこう日本に住む。 ようになるとそれこそ税金を払ったり年金を払ったりとかみんなすごい貢献してると思うので日本にとってはすごいキーマンかなと思いますねそうですよね、うん、結構あのコンビニとかに外国人の店員さん増えたので、はいはい、その店員さんがコンビニの魅力を発信してくれたりとか <laughs> あとあれコンビニと百円ショップとかも結構いいじゃないですか日本って、はい、その辺もいいですよね,いいすねなんかもっと発信したりとか、はい、ただまあ問題というか前半ではオーバーツーリズムの話をしましたけれど どうですかね、まあ、2030年、まあ、観光客の方増えてきて、いろいろとまあ値段の話を今、してきましたけれどプラスマイナス含めてどんなことが起きるかというちょっと話していきたいんですが、庄司先生、どう思われますか先ほど申しましたように、はい、その観光はそのキャパシティっというものに制限されるビジネスなので、そのキャパシティのまの効率的な使い方というんですかね。はい そそれはその場所が特定の場所であっても困るし、うん、えそれが季節が特定の季節に集中するのも困るので、はい、それをどうやってうまく分散するかということでさらにはあのこれもちょっとさっきの話につながりますけどもと我々の業界では観光消費額っていうんですけど観光客が使って くださ使ってくれるお金の金,あの金額っていうのは、えー、やはりそれほど多くないということが分かっている、うん、ですからその、まあ、値上げということだけではなくて、まあ、いわゆる結果としてその消費金額が高くなる多くなる方法をやはり、えー、と考えるっていうことだとは思いますけどもね。 観光客5,000万人だけじゃなくてやっぱり住んでる人たちもすごく増えるはずですね、うん、なんか話によりますと全体人口の1割ぐらいが外国籍になるんですよね。ねはい、本格的な国際化、はい、で私アメ,リカアメリカ出身なんですけどやっぱりいろんな人が共存することにおいて摩擦が起きたりとかしますよね。ゴミの出し方ががマナが悪いいい外人嫌だみたなななことににならないように 私たちがうまくその日本的な常識をどう,こう表現するかということを大切にしていかないとそこはちょっと大事にまそれが難しいんですよね、まあ、ヘイトじゃないですけど例えばこちらのグラフを見ていくと首都圏の観光地の宿泊料金というのも多分今どどんどん高くなっていきますよね、はい、だから地元の人とか日本人がホテルに泊まれないはい。 普通のホテルでさえすごい高級ホテル並みにこうなっていくと思うんですけど、はい、そうするとちょっと恨みがつ、ま、募ったりとかううな,んなんで日本人だけこう安い宿しか泊まれないんだってなっちゃうと思うんですが<う>いかがですかその辺どういうふうに考えたらいいんですかね、うん、その辺は少し冷静に対応していただく必要があると思って、はいうん、例えば金額が上がってくるということが、うん、あの観光あるいはこう外国人の方が来たせいなのかって言われるときっとそうではなくて、はい、うんねね、やはりその 高額なものも払える方がいて、はいうん、まさに人気になっている部分が金額が上がるというのはある意味では、まあ、資本主義社会であるとしやむを得ない部分っていうことがあると思うので、はい、日本は今なんか直面してますけど、うんえー、特にアメリカやヨーロッパの国の人たちはもうとっくにやっていて、はいうん、で僕は自分も含めて留学経験もありますから僕たちはすでにお世話になっていたんだろうなっていう気がするんですよね。はい でどうも我々だけはですねなんとなくこう相変わらず海外は自分たちが行くもので、うん、隣に外国人がいらっしゃると相変わらずびっくりしちゃうところがちょっとそういうナイーブなところがまだ残ってるけど。はい やっぱりそろそろグローバル化国際化の時代っていうのはそういう自分とは常識が違う、えー、前提が違う人たちに対してちょっと面倒くさくても説明をするのだと、うん、言葉をきちんと選んで探して相手に伝わるように教え,教えるっていうことはまあ社会生活にとって基本的なまあ何ていうかなこう必要とされることなのだというふうに思う必要があるかなというふうに思っていてでちょっとそれ確かに面倒くさいし えー、そんなことしたくないよっていうような方もいられるかもしれないけども、まあ、今日の話との関連で言うとでもしかす僕はそれがもしかするとすぐあの値段を下げてしまっていいものを安くっていうふうに考えてしまう日本ですけどもそのいいものを分かってもらって高い値段でも喜んで買ってもらうっていう方向に行くためにはそ、うん、まさにその相手の立場に立って良さを説明するっていうような、うん、言わなくても分かるでしょうとか分かれよ、はい、じゃなくて。 相手の立場、相手のになって説明するっていうことの,あのこう延長にですね、うん、もしかすると、われわれが持っているいいものも、うん、分かってもらって喜んで買ってもらえるように説明するっていうようなことになるのかなといいう,うにちょっっとと期待も込めて思って思ます、うん、あ,とはあの私の知り合いの T シャツ屋さんがあってですね、はい、あの原宿にあるんですけど。はい 9000円ぐらいの結構いい T シャツで、はい、外国人相手の売り上げが7割ぐらいで、うん、もう外国人しか相手にしないと言ってるんですよ、うん、日本人の消費者よりもそ,<う>でそっちの方がう儲かるからと恐らく今後は外国人とうまく付き合って値段を上げられて、はい、商売できる人はどんどん潤っていって<う>対応できない人はそのまま、まあ、日本人相手にして低迷していくってこういう格差が生まれるんでも本当に年間5000万人とか6000万人になると。 経済全体が潤ってないとおかしいですよね。だから理想的な姿は誰でも日本人でも外国人でも一泊7万4千喜んで払える状態が <laughs> あのやろうと思えばね、はい、その選択肢が残ってるこ状態が一番大事じゃないですか。なので私たちがこの全員が潤っていくこの社会をこの観光業という手段で。 どうこう作っていくかっていうのがとても重要だるじゃないかなと思います。うん、そうすると格差が出ないじゃないですか。うん、なるほど、全くそうだと思いますね。あのであの一方であの地域特に地方の地域なんかだとどういうものが期待されて、うん、あの観光に対する期待になっているという部分をもう一回確認してもいいと思いますね。うん、あの裾野が広い産業なんていうふうに言うんですけど、はい、その観光客が来る観光客が泊まる っていうのはのはそホテル宿だけが潤うわけではなくそこにその食材だったりだとか働く人ももちろんですしあるいはクリーニングだとかそれこそ洗,、はい、え洗剤だとか何だとか、うん、あ,のあるいはそこまでの交通手段だとかっていうあるいはそこでお祭りを見るとかっていうことになってくるとさまざまなところにその経済波及効果ということが期待されるわけですから、うん、でそういうもののまあ、ある種上手な循環 っていうことはきちんとやはり考えた方がいいと思いますよね。<う>2030年になれば。 もう外国人がその観光客が日本に来ればもう全員私たち全員 Thank you very much って言えるようなこうもう来なくていいっていうじゃなくて本当に来てくれてありがとうっていう状態を作っていきたいなとう、うん、そうなりますかね僕ちょっとそこが疑問でそんな賛否になりますか僕絶対対立が起きると思いますよ地元の人と観光客、うん、対立起きると思いますけど、はい、でも私自身が感じてますあの最初日本に来た時はお店に入ると No English って言われて あまり歓迎はされなかったんですけど、今お店に入ると w e l c o みたいなところが結構増えたりとかしましたね。日本は変わってきてますか？うん、変わってきてます、ねうん。だから日本人はただそれがですね、もう少し時間がかかるかなって残念ながら思うのは、はいはい、えっと日本人のメンタリティの中にですね、今度はですね、あの店は外国人に人気の蕎麦屋だとか言ってですね、日本人は行かないよとかいうようなそ,、ね、それはよく外国の外国の方と仲良くしてる日本人を見るとな,るなぜかなんか日本人はいやいやあれはねとか。 外国人には受けるのかね、ああいう味がとかいうような言い方をする方がいるので、もうちょっとそれもちょっとあの続くかもしれないね、面白いですね。それはどういう心情な、まあルースさんに聞くのもあれですけど、どういう心情なんですかね。難しですよ。分かんない。まあ簡単に言うとちょっと差別、差別みたいな。なあの別に人種差別とかじゃなくて、やっぱり日本人はで外国人はっていうのを私も多分20年ぐらい続くんじゃないかなと思います。あの育ちと私の。 で,、ね、で今もアメリカでもそういう考え方があったりとかするよね私たたちちとあの人たちっていうだからそのやっぱりいろんな人が混ざってくるとどうしても出てくることかなと思いますけど。 多分さっき庄司先生がおっしゃったことの裏には、はい、日本人しかこのそばの繊細な味は分からないという変な自意識があるんだと思いますよ。<laughs> そ,<う>そんなこでも、いまだにやっぱり私何か発言をすると、はい、いやそれれ日本人はって言われたりとかするんですよね<ー>でも私、日本に住んでるのがアメリカより長,か長くなったりしてるんですけどす、ね、だからあんまり摩擦にならないようにサポートしたいと思います。 どうやったら変わりますすか経験ですね外国人の友達とか外国人の部下とか外国人の上司とかあの提携先が外国企業だったりもうそういう経験がこうの積み重ねであ外国人日本人あんまり関係なくいろんな人もう多様性ありますねみたいな感覚になってくると思います。 でも2030年に5000万人来たらもう嫌でも変わりますよね。もう一日一回外国人の方を道案内するっていうそういう世界線が始まるわけじゃないですか。か自然で変わる気がするんですけど、ちょっとまあの、うん、楽観主義的ですか、ね、そうなんです。だからそのハッピーに変わるかどうかが問題ですよね。なんだからえみたいなことにならなく形とかとあのそうだからやっぱりみんなが実感してないとダメですよね。こうん。 これによって私たちにいいことが起きてるんだみたいなそれも今、うん、ハワイの課題になっています庄司先生いかがでしょうかその観光学という学問で、うんはい、結構多様性とか地域のあり方にも直結する分野だと思うんですけどそういった学問的に今どんな整理がされてるとか議論ってありますかその地元の方と観光客の衝突 あのー、今となって少し古い議論はいわゆる地元にお金が落ちるって言い方をしたやり方ですね、うん、あの観光できちんとその地元、まあ、地元もどこまでって難しいんですけど、はい、ちゃんと、まあ、地元にちゃんとその経済的な恩恵がちゃんといっているかどうかというような言い方をしました、うんうん、で最近は地域としてのまあ価値中でも多分分分かりやすいのはお祭りのようなものですね、はいうん お祭りのようなものを維持するためにはやはりそ,のそれなりのお金だとかがかかってくるあるいはその人もいないとそもそもおみこしみたいなのを担ぐ人もいないのでそういうその伝統文化のようなものを維持するためにうまく観光を使いましょうねっていうような考え方が私も買ってくれる人いなければ 職人さんの人、ねはいそのいわゆるる仕事がなくななくじゃないですか,、はい、だから結構そこは地元を再生するチャンスというか日本も結構地域が衰退してってますけど<う>観光客に頼るといいいうのはいいことですかね、うん、今後どういう国というか合意形成というかどんな考え方で日本って望めばいいですかグローバル化というのがいろんなこうレイヤーですから、うん、いろんなところで起きてくるんだと思っていて先ほど出ましたけど国内で普通に働かれたり生活する、うん。 外国人の方がやはりこう今後急増するだろうというふうに思ってるんですそうなってくると僕はちょっとまあ多少、あのー、強い刺激かなと思いますけど自分の学部の学生によく言うんですけど外国人が働く、えっときに部下ではないんですよ自分の上司が外国人になるっていう覚悟が、うん、そうそう、うん、でで就職活動の時にはい。 合併して上司に外国人が来るっていうことが本当にもう目の前に来ている、はい、だからその時に特に例えばその申し訳ないけど日本だと 特定の地域以外の外国人に対してはその方々が来ると何かこう治安が悪くなるんじゃないかとかですね日本人がやりたくない仕事をやってもらうんだからしょうがないよとかそういう議論に一っとなってますけど世界のグローバル化の現状はそんな話ではなくて、うん、優秀とてつもなく優秀な人たちが当たり前のように自分の上のに来て自分の上司になっていく毎年、はい、社長がその人になるっていう、うん、そういうことになってくるので。 その辺のメンタリティが確かにちょっと遅れてるような気がするので、うん、<laughs> そこはただまあ嫌おなしに変化するのかなという気はしますけどうん、うん、やっぱりグローバル化は標準化ではないっていうのはすごい大切なことなるほどだからそのやっぱり日本人らしさ日本らしさをどうキープするかっていうのが大事なポイントですよね。どどん、うん、どんんんんん外国人がいいいろろな意味でで入ってくるすすけど日本のとととここをちゃんと残すあ どうう考えてていいくっていうのはやっぱり日本人にとって一番大きな重点課題だなと思いますね。日本人らしさって何ですかよく考えているところがあまり焦らない冷静になって長期目線で考えてるのがすごい日本人らしいなと思うので。 そこすごく今スピーディーになっている世界の中ではとても重要な能力だなと思いますのでそこを本当にもっともあの考えることといえばまたこの番組のテーマのおもてなしにもつながると思うんですけどとにかくお客さんのことを先回りして考えるとか手も挙げてないのにもしかしたらおかわりが欲しいんじゃないかっていうことでいく。 このおもてなしのことを話して最後、締めたいと思うんですが庄司先生、いかがですか、このおもてなし、このまま続けるべきなのか、あるいは値段をつけるべきなのか。おもてなしについては、あのなかなかそ定義が難しい部分があったり、いろんな方がまあいろいろ定義されるので、はい、まあ僕はその最終的な答えを <laughs> 持ってるわけではもちろんないんですけれども、えー、とちょっとこれ、漢字じゃないと、あの文字が出ないと分かりづらいかもしれませんけれども、競争的価値、共に作るんですね、はい、共に作る。競争的価値、はい、観光で言うならば その観光客とそれからもてなす側とが、うん。 どちらかが一方的にこれいいですよ、うん、いいでしょっていうんじゃなくて一緒に価値を作っていくってていいくう意味なんですねそ,それはあのここ最近はやしばらく前からずいぶん入りましたけどいわゆること日本ではこと消費などと言われるやつはまさにこの世界なので、うん、消費者側だとかそれを何かを使う側の経験だったり知識だったり思いというものと合わさって初めて価値が生まれてくるでそのまさに競争的価値みたいなものの,あのホスピタリティ版というんですか観光版 が、このおもてなしだと、思っているので。そこの部分は、今後ますます注目をされるし。日本だと、こういうことになるんだ、まさに、その、というところに、価値を。見出してくれたり、お金を払ってくれるっていう人が出てくるような気がしますけど、ね。古瀬、うんうん、さんはいかがですか。そう、だから、本当に、あの、日本のおもてなし、日本らしいおもてなしは。そのままキープでオッケーです。で OK、そのままで。そのままでいいんですけど。もっと、あの、言語化しないと、ね。うんうん、例えば、その、旅館に入ります。 クローゼットの中になん,なんとなく着物っぽいものがある着物っぽいがある上に着るものそれ女性よ男性よどっちみたいな,なんかこうやっぱりスムーズにその体験ができるようにいろんな説明が今ちょっと不足しているのであのぜひその日本的なおもてなしをもっと言語化して理解してもらって理解してもらった上で。 大儲けするということで今回の黒船は、まあ、日本のおもてなしの未来ということでいろんなことを議論しましたけどまさに自分たちが言語化して発信していくっていうことも大事かなと思いました。ということでルースさん庄司先生どうもありがとうございましたありがとうございました。